お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM2024 大相撲カード響き開封動画でございます。久しぶりのねプロ野球以外のカードをね、紹介いたします。こちらは1パック6枚入りで1ボックス20パック入りとなっておりますので、前編後編10パックずつ開けていきたいと思います。まずは、前編の10パック開封したいと思います。はい、これから前編の10パック開けていきたいと思います。それでは前編の10パック目でございます。玉鷲関でございます。これは北の若関でございます。高安関でございます。で、5月場所優勝しました、大の里関でございます。錦木関でございます。遠藤関でございます。2袋目でございます。少々お待ちください。で、新大関のこれ琴ノ若関でございます。現在はね、琴桜関になっております。で、行司ですね、これね、三役呼び出しのこれ五郎さんでございます。大昌磨関のこれカードでございます。高安関でございます。修羅の海関でございます。で、呼び出しのこれは縦呼び出しですね、これは二郎さんでございます。3袋目でございます。豪ノ山関でございます。玉鷲関でございます。平戸海関でございます。で、玉鷲関のこれカードでございます。で、これ三役の行司の木村庄之助さんでございます。で、これは琴ノ若関ですよね。これはお父さんとね、息子さんのね、これカードでございます。はい、4袋目でございます。で、佐田の海関でございますけどね。の、これ、継承のカードでございます。平戸海関のカードでございます。福出し呼び出しですかね。これ、勝幸さんでございます。三役行司ですね。木村翔太郎さんでございます。金宝山関でございます。修羅の海関でございます。5袋目でございます。こちらは錦富士関でございます。豪ノ山関でございます。で、3月場所でね、初の、初じゃねえわ、110年ぶりの新入幕優勝を飾った武富士関でございます。金宝山関のカードでございます。これ獅子関のカードでございます。これは明星関でございます。
6袋目でございます。これは、ローガデキのカードでございます。北の若デキでございます。ローガデキでございます。大の里デキでございます。錦木デキでございます。で、北海道出身の一山本デキでございます。7袋目でございます。で、ただの海関のね、これ継承カードでございます。竜電関でございます。阿鼻関でございます。三役行司の木村翔太郎さんでございます。裏関でございます。金宝山関でございます。8袋目でございます。翔猿関でございます。で、朝の山関でございます。御嶽海関でございます。で、新大関の猫で、大関昇進した時のカードでございます。琴ノ若関と書いてますが、現在は、琴桜関でございます。で、立行司の木村庄之助さんでございます。で、湘南の海関でございます。9袋目でございます。翔猿関でございます。で、これは武富士関がね、110年ぶりの新入幕優勝を飾った時のカードでございます。熱海富士で、熱海富士関でございます。噛んじゃってすいません。佐田の海関でございます。三役呼び出しの、これは四郎さんでございます。で、これは島津海関のカードでございます。で、最後の、10袋目でございます。これは錦富士関でございます。豪ノ山関のカードでございます。これは剣翔関のカードでございます。金宝山関のカードでございます。三役行司のこれは木村久之助さんでございます。最後は、若元春関でございます。はい、以上で、BBM、2024大相撲カード響き開封動画前編の10パック終わりたいと思います。運が良ければ後編10パックで、力士の直筆サインカードが出るかもしれませんので、ね、お楽しみくださいませ。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。